はい、とりあえず道の駅で休休憩を憩いたしまししました。た。ここはなんていう道の駅かな？わかんない。母の里とか、なんかそんなやつやったと思うけど、名前が。なるほど。よくわからんけど。ようわからん。まあ自分もちょっと初めて来たんで、ここは。よし、でじは、ゃあ、とりあえずまた出発いたします。しばらく走りますか。はい。本当に天気良かった。もうしばらくずーっともうこの道をまっすぐ。ここが沿いに走ります。いやー、俺も iPhoneXS しようかなとか思ったんやけど、次。いやー、ギガ数でかいな、どれも iPhone って。まあ、そうやな。多分そのおかげでもあるんか知らんけど、使い勝手はいいな、やっぱ。アンドロイドの時に比べれば全然違うわ、やっぱ。iPhone X からさ、すっごい画質がいいよな。あれはびっくりした。あれなんかぼかしもできるみたいやし、設定で。ピントをずらすというか。これができるから、あれいいなぁと楽やな、もう。あれで全部一眼持ってかんでも、ある程度はカバーできるし。まあ、でもやっぱ一眼の画質には勝てんけど、勝てんけど、でもすごいよ。今日夜勤か。シーキンって撮ったもんな。ああ、夜勤だ。まあちょっと早めに切り上げなあかんな、そんねんたら。無理せずに。なんか、バイク乗るのもよう夜勤前にしてバイク乗る人もおるから、結構まあ、そうや俺すごい、その精神力がすごいなと思って。逆に、むしろ俺はあんまり乗ろうって気にはならんけど、その時は。でもほんまこの 14R は優秀やな。すごい走りやすい。いや、俺はいいわ、ほんまに。俺もなんか、なんで川崎にしたんかなって、なんか振り返ってみたら、よくよく考えてみたら、鈴鹿のなんかツアーの方の時から、なんか 10R の展示品あったやん、あれ。あったあったあった。あの時からなんか、見た目がもうかっこよくて、しかも川崎ってことが判明したから、なんかこんなやつ乗れたらいいかなと思って。ああいう系が好きやから、ちょっと。そこからかな、川崎にしたので。最初見つけたバイクが忍者250だったかな、それとタグに通ったの。フルカール、ああ、はい、おめで。フルカールが良かったかな、最初から。そうやな、フルカールが優秀や。いいわ。おっ、スーパーが、おっ、じいちゃん。じいちゃん。そっちか。まあ、でも最初、まあ、お母さんからなんか最初バイク買わずにしばらくお父さんのスクーターなんか乗りなさい。乗りなさいみたいな感じで言われとったけど、まあ最初からスクーター乗るのも嫌やったから、感覚忘れてしまうしって言っとって。いや、最初は絶対ミッション買わな、危ないから、やっぱ。まあまあ、そのな、やっぱ免許を取って乗れるってなった時に、まあやっぱ親の反対もあるわな。そうやな。でもやっぱ自分が乗りたいっていうのがやっぱ一番に来ると思うよな。そうやな、やっぱ。俺なんてやっぱ恵まれてる方やと思うね、俺は。俺親お、びっくりした。 ランボルギーニ。ランキー。うわー、しま今っの方た。何やったんやろ。わからん、だいちぶょっと古いわと思う。からんかったな。で、俺は恵まれてる方やと思うけどな、そうやな。親に、ちょっと俺もう、二輪の免許取りに行くわって、おうおう。なんとなく、ほんまに思い立ったから口に入れて、で、取りに行くわって取って、で、バイク欲しいし、今まで貯めとったお金少し下ろしてって言って、下ろしてきてもらって。すごいな。で、まあ、最初はアメリカンかな。やっぱ物足りんなってなって、親に、もう、ちょっと俺、大型取りに行くわって。すごい、
すごい乗りやな。そうそうそう、うん、で大型撮って、うん、なんか乗りたいもんねえから、こっちはあのバイク屋さんで、うん、俺がちょうど免許取りに行った時に、免許 取った後なんかバイク探していた後、なんか見とったんかな俺最初バイク、何レッドバロンとかで、その時 になんかちょうど武田君が 14R 見とったんかな、かっこいいって見とって、まあ、最初はな 10R が見つかったんやけど、あそうそう 10R か、うんうん、10R が見とったんやけど、うん、横に 14R があって、うん、何やこのでけえのは絶対俺乗りこなせんでよと思いつつ、うん、まあ乗ってますわ結構、うん、そのバイクに乗る環境としてはすごい恵まれとると思うよ、うん、お、やいただきました、イエイ、何すんやろこの人らって思われる分からん人は、うん、ああ絶対思っとる、やっぱ走り出すと気持ちいいね、ああそうっす、うん、お、バイク、バイバイバイ、いやー、いただきました、イエーイ、多分女の人やつ、うん、すごい荷物だったな今の原付釣りじゃないかな、あー、うん、ダコの前の車はすっごい左寄ってるわー綺麗やいい、ね、紅葉いいね、いい絵になるね、あーキャンプもやりてえな、あーキャンプな、うん、キャンプツーリング、キャンプやりてフォロワーさんでね、一人キャンプあのキャンプをやっとる子がおって、ああ、例の子ですわ、例の子、例の子、あの、うん、なから始まる、な、ああ、はい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 、車じゃないかな、ほんでも多分な、車やと思う、うん、バイクは親が、バイク、その子の親が忍者 250R やからな、すごいな、すごい、うん、R やったかな、 R か、R、うん、意外やったな、ほんでも、すごい、しかも結婚したっていう、おー、そうそう、びっくりしたわ、それ、あ、よし、じゃあこの場でお祝いの日をおめでとうございますおめでとうございます、気づくかな、あ、分かるかな、この動画見とくかな、分からん、あ、一応八重動画は見てくれとったらしいけど、俺の出したやつは、うん、ツイッターに上げたからちょうど、あ、うん、これこいつの真骨頂見せようかな、えあはははは、イエイ、あ、めっちゃ楽あー、なるほど、でもスピード落ちてっとるね、まあ、落ちるよそりゃ離すからアクセルまあ俺のつけたらすごい吹っ飛ぶからな、まあ、回してしまうの下手に、うん、俺が怖くてつけんかったけど相手、うん、一回試してみたけど吹かしてしまいそうやったからあ調子に乗ったらどうしようこれ、うん、やからもうこの周りはとりあえずまあ俺もちょっとずつカスタムしていかなあかんな、ね、そろそろ、うん、ちょっとずつのカスタムも面白い、あ、いやいやできんかったあ、ちょっと今の無理やな、あ、気づかんかった、ちょっとずつカスタムするのも面白いよ、うん、うん、まあ、とりあえずは自分が買える範囲やな、ね、まず、うん、あ、バイクっぽい、お、おー、おー、おー、やえ、いただきました、イエーイ、14R や、 14R やったっけ、あれ、あ、なんか GGR っぽいような気もしたけど、マフラーが目、つながっとったっぽいぞ、あ、そうだよ、あ、でもサントミやったからな、微妙やな、マフラーがなんか純正っていうか、なんかあの GGR の純正に見えたけど、あ、うん、あ、そっか、うん、ふくさ GGR のうん、多分、あ、やっぱ黒やったな、うん、あ、バイクっぽいぞ、あ、違う、違うなすっごい今、あの、K のうん、あ、そうなん、あの、うん、なんとも言えん、あれやつなんかやっとったあ、言えんこと、見た目が、あ、見た目見た目がすごかった、え、男の人、女の人やった、女の人動画に映っとるかなあ、どうやろうな、際どいとこかもしれない、際どいな、うん、赤信号です、はい、お、バイクや、お、今の CBR?
いや、R1 っぽかったような気もするけど。なあ、なんか CBR の WR か、250の WR か。ああ、ニダボじゃないかな。ニダボっぽかった。ニダボか、うん、R1 っぽかった。なんか R1 にも見えたけどな。うん、あれなあ、よう似とるからな。そうやな。あの戦闘機の顔のやつと、うん、もう一つ違う可動がある R1 は、よう似とるんやって。そうやな。しかもブラックやから。そう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 、うん、R1 なぁ、かっこいいなぁ。 R1 かっこいいなぁ。ヤマハで何乗れって言われたら、うん、これドラッグスタードラスタか、うん、R1 やな。あでもなぁ、R1 はお、うん、やえ、いただきました。イェイ。 R1 はなぁ、すっごい体勢きついわ。あぁ、一回ちょっとまたがってみたいの。あぁ、あ、多分センダー元一緒じゃないかな。いや、あ、でも R1 のが車高高いで、あれ車高高いやろ。あ、あれは高いわ。高難になってるで。こんなあ、そういえば奥琵琶湖パークウェイで一人で走った時に、ちょうど新型 R1 か R1 やったかな、あれ R6 か知らんけど、しかも福井ナンバーやったんやわ。おお、あれちょうどたまたま走っとって、あ、なんか峠攻めとったんか知らんけどガチの人やったん、つなぎも来とって、おお、うわかっこええと思いながら見とったけど。はいはいはい。あそこは危ないからな。しかも姿勢も全、あ、常に前傾で走っとったから、その人マジや、やばいなと思って見とったん。うん、車の声で反射する俺らかっこよすぎ。ああ、バイクあるある。バイク乗っとる時だけがかっこいいわお前って言われたらちょっと、うん、やえ、いただきました。イエーイ。あれドラスタじゃね。ああ見てなかった。あドラスタやで、ね、多分。ああマジか。うん、ドラスタでもドラスタクラシックが好きやから。ああクラシック、あれ、ああクラシックか。うん、なんかあの懐かしいなと思って、 あのバイク乗っとったから武田君が、うん、昔。いやあれもいいですよ。あ、なぜシャフトドライブですか。シャフトドライブ、シャフトドライブだから転職いらないのよもう残りあと 19% よ。マジかじゃあそろそろ、ほんじゃあ一旦切るか。切るか。うん、まあとりあえず近くになったら、うん、スタートで、うん、ってことなんで、うん、まあ切りたいと思います。おーい。はい、お待たせいたしました。あとどんぐらいで着くんや。あと10分ぐらい。はい、あと10分ぐらいで着くってことで、まあここまで来る道のりがちょっとね、うん、遠かった。まあ遠かったですね、あれは。なんか珍しいロータリーの道だったからあれはちょっと熱帯になったけど、あ、取れなかった。ちょっと取れなかったんですけど、あそこら辺は、ね、うん、あんな道があったんやな。うん、知らんかったわ、全く。現在時刻が13時10分。ここら辺はどこって言ったらいいかな。美濃口の、おー、ちょっと行くと稲口とかちゃうかな。あー、稲口ね、わかんない、知らんけどでも、港南にあるって書いてあるからな。うん、そうやな。港南におるかもしれない。うん、知らんけどライダーもよく集まるカフェなんかな。そうなんやろな、うん、あー、なんせおしゃれらしいわ。そう、はいいや、ちょっとうなずいてくれたかな。あ、うん、若干。あ、まあまあ、ここも景色綺麗やな、うん、こっち山、うん、自然が豊かや。自然が豊かで、俺らの中ネタやなこれ名言みたいな感じになっとる。やえ、いただきました。イエーイ。おっと、振り切りだ。お、止まれだし。おお、やばい。おい、止まれだし、踏み切りだし、やば。え、待っ、あ、なに、うるさい。
なんじゃびっくりした。え、ここ通らなかんの、マジでこの道になってます。そんなバカな待ってください。そうやろ。あ、なんか嫌な予感するな。嫌な予感する。もうさすが Google 先生や。いやマジか。いや大丈夫かな。大丈夫だ。なんとか大丈夫や。今日は大丈夫だ。今日は大丈夫だった。今日は大丈夫やったわ、ほんまに。もう幽霊が出てくるところに連れて行かされたらたまったもんじゃねえわ。よい、はい、オッケー。低いな。おお。ごめん、行く。大丈夫？あ、待って。エストしたわ。おお。大丈夫？あ、待って。エストしたわ。ゆっくりゆっくり。うん。すまん。やばいやばい、当たる。な、白い、いやもう2台が、いけるわ。うん、カモカモ。よしよしよし、危なかった。危なかった。そこで立ちこけしたら美味しかった。まあ、もうそうやろうけど。俺は痛いわ。動画映え。あ、出費が痛くなる。せーのかーい。残り7分ほどで着きます。おい、あれ？どうした？あれ？ニュートラン入った。びっくりした。大丈夫？なんかギアが入らんかった。あと5分で、5分で着きます。はい。はい、コーナー地に入りました。はい。ああ。あれ？俺、ここ、通ったことあるわ。あ、そっち？なんて言えばいいかな、多分、俺が予想しとるとこやったら、ラッコリーナみたいなところ。マッコリーナ。ラッコリーナ。あ、ラッコリーナ。うん、あ、多分違う。違う。あ、俺がイメージしとる。ああ、ここを左。左。え、そうやろ。あ、あるあるある、目の前。あ、びっくりした。目の前。あ、あれがそうか。うん。全然違うじゃないか。探したってよ。こんな感じなんや、建物が。びっくりした。意外やな。倉庫や。意外や。な、イメージと、なんかもっとおしゃれなイメージあるかなと思ったけど、意外やな。意外や。はい、到着いたしました。るよね。うん。よしよし。あ、聞こえる？オッケーオッケー。うん、今動画再生しとるわ。オッケー。うん、はい、美味しかったです。いや、美味しかったです。フルーフルーって言ったらいいか。フルールか。うん、はい。今からちょっとブルメの丘に向かうかなってちょっと話し合いで決めたんで、今から向かいたいと思います。はい。おー、寒い。マジか。おかしいな。またすげーポテト。ポテトフライの入れ物がすっごい、怖かった。いやー、初めての食感でしたね、あれは。あれはな、めちゃくちゃうまかった。いや、そこのランチもうまかったですね。あ、うまかった。まあ、またさっき言ったフルールの場所だけちょっと概要欄にも貼っておきますので、こちらでも貼っておきます。はい。まあ、皆さんよしよろしければ来てみてください。はい、とても美味しいんで。中の雰囲気も結構おしゃれなんでね。おしゃれだな。敷居が高かった。
あー寒いわダメだこれあーワークマン装備役に立つわこういう時にやばい。めちゃくちゃ寒いってことはないかな、こっちは。マジで？ああめっちゃくちゃ寒いんやけどやっぱこのジャケット役に立つぞ。あーやべえな。うん、いやワークマンは最強やで。ワークマン、うん、もうほとんどワークマン装備やもん、このズボンにしてもオレンジやな、俺はブロー、な、なに今のびっくりしためっちゃすごい音だからさあ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 、ルーメン他でアヒルサポート激コキするぞーあー懐かしいな、高校以来やわ多分ブルーメンの丘は。高校2年やから。そうやな、え高校1か、うん高1、うん、1やから、うん、なー今社会人6年8年ぶりかな。ああ8年ぶりぐらいのあれや。うん、やばいなもうそんな年になったんか俺らのブルーメの丘はどんぐらいで着きそう。ね、あと25分って書いてある。あと25分か、うん、ほんまにお腹いっぱいでな苦しいな。あバイク乗るときはあんまり食うとね。うん、一旦停止です。はいはい、はい、じゃあ一旦ここでブルーメの丘まで。そうですね、ごめん。おお大丈夫か、うん、近道だったらちょっと一瞬。じゃあ一旦切りまーす。イエーって。おいえおいえおいえうめまずあ、そうなんですか早いな、やっぱ分かるんやな。うんまあそれは動物やからな。くしゃみくしゃみじゃないかな。エサの時間、うん、あー、そこも痛いの。おー、はい、ブルーメの丘楽しんできました。はい、まあまたちょっと番外編も出そうかなっていう予定ではおりますんで、まあ、またそちらの方もお楽しみにください。はい、ってことで、はい、はい、今日のツーリングはこんな感じです。はいはいじゃあちょっと走らせましょうか。はい、まあとりあえずガソリンスタンド入れて、うん、高速乗って帰りたいと思います。おい、さあということで、はい、一日がやっと終わります。私は夜から仕事です、うんお疲れ様です。はい、いやブルーメの丘も多分自分が高校の時行ったぐらいで、多分それ以来、ね、うん、で行った以来、いや変わってなかったですねほとんど昔といやでもね、最後いい待ち受け写真が撮れたね。うん、あれはかっこいい写真やな。なあ、うん、いいね。いやまあ、皆さんもこれからどっか行くところをまあ決めるのはいいんですけど、まあマップ使うときはくれぐれも Google は使わないようにした方がいいかもしれないですもしかするとひどい目に遭う可能性もありますんで。いやー、まあ、Google 先生はレベル高いわ。レベル高いですねレベル高いほんまに。まあくれぐれも気をつけてください。気をつけてください。うん。安全な道で。まあ確実なのは、まあ自分 iPhone なんで iPhone の中に入っとる
もともとの場所、まあ、その方が多分健全じゃないかなって思うんで、はい、うん、Google 先生はレベルが高い。あの段階を分けてほしいな。ハード、ノーマル、イージー。ああ、はいはい。で、あの小道を行ったりとか、するのがハードで、大通り、大通りでっていうのがイージーでやってほしいな。なるほど。ぜひ Google 先生はい、じゃあもう終わりましょうかね。終わりましたね。うん。だだ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 。あるんかな。もう一応口で言っときました。はい、ではでは、ご視聴ありがとうございました。まあ、Twitter や Instagram もやっておりますので、ぜひ俺をフォローお願いします。はい、あと竹田君も Twitter。やっておりますので、はい、フォローお願いします。よろしくお願いします。あと、自分のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた。バイバイ。バイバイ。